皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今回はスポーファン必見のお知らせをします。今日で5月場所終わってしまいましたね。楽しかったです。そして朝乃山関優勝おめでとうございます。すごかったですよね。興奮しちゃいました。栃ノ心関大関復帰おめでとうございます。ですが千秋楽が終わってしまうと少し寂しくないですか。相撲ロスになってしまう人もいると思いますが、私は相撲関連のイベントにお出かけをして相撲の情報を仕入れたり楽しんでいます。そこで私のおすすめが、東京の浅草で前場所終わりに開かれているトークライブうっちゃりトークです。うっちゃりトークはお笑い芸人の瞬間メタルのお二人と、お笑い芸人で最近はモノマネ番組でも活躍中の美代子さんの二組でやられているトークライブです。毎回相撲界から親方さんや裏方さん、現役の力士の方をゲストに招いて、テレビや雑誌などでは聞けない裏話や相撲界ならではのしきたりや常識など楽しいお話を聞かせてくれます。相撲初心者のファンからコアなファンまで楽しめるライブになっています。小学生の私でもすごく楽しいですよ。今回も6月2日に浅草木馬亭で夕方の18時から大相撲トークライブ瞬間メタルと美代子のうっちゃりトーク57場所目を開催されます。気になるゲストの方は芸能人の鍋おさみさん、鍋やかんさん、元ミスギーソの峰崎親方、行司さんの木村銀次郎さん、まだ未確定ですが関取ゲストも交渉中ですので、あのお相撲さんが来るかもです。お楽しみに。お友達や家族で見に行ってもいいし、もちろん一人で行っても楽しめるライブになっていますので、今回はスケールを大きくしてスペシャルな内容で行われるうっちゃりトークをぜひ皆さん見に行ってはいかがでしょうか。詳細は説明欄に書いてありますので、気になる方はチェックしてみてください。当日は私も会場にいるので一緒に楽しみましょう。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。